はい、今日はここにねカメラを出してきてますので、まあ、完全にカメラ雑談やなっていう感じがするんですけど今日もねカメラ雑談でいきますのでよろしくお願いします。用事ない人はね来てください。まあ喋りがねダラダラとしますので、で今日はまあ最近ちょっと思ってたことがあったのでそのあたりの話をしようかなと思うんですけど、ほんまにどうでもいい話だと思うんですけど、私のまあ最近考えてたことということでねよろしくお願いします。で、こう出してきてるのは、私の中での、まあ、デジタルカメラなんですけど、まあ、結構古いですよね。このカメラ D3S っていうカメラで、1200万画素ぐらいのフルサイズのセンサーを積んだ2007、8年のカメラかな。で、こちらが DF ですね。これも結構古いカメラで。で、その手前に置いてるのが D300 ね。最近ちょっと動画でよく出てきましたけど、まあ結構古いデジタルカメラですね。で、まあ、そんな言いながらも今、録画してるのは Z50 撮ってますから、まあ、いろんなカメラとか引っかやってるんですけど、で、基本私、レンズっていうのはね、目の前にこう、よく眺めるんですけど、目の前に置いてるのはニッコールの、オールドニッコールですね。まあ、古いニッコールレンズ、AI ニッコールとかオートニッコールとか、そういうのを、ジャンクを漁ってきて清掃して使ってるんですね。それをずっとやってきて、今、目の前に、40本ぐらいありますね。ありまして、まあ、40本入れても、もう、それこそ、あれですよ。広角から、まあ、標準ちょっといった中望遠ぐらいまでの間がいっぱいあるって感じですね。その時代ごとにいっぱいあるって感じあるんですけど、でそれ以外に防湿庫にも、まあ、ライカのレンズとかヤシコのレンズとかが 2,30 本あって、まあ、それ以外にもあるんですけど、まあ、だからレンズだけで 7,80 本か70本ぐらいあるんかなあると思うんですよ何使うねんって感じやけど、まあそんな感じで私基本的にはカメラオタクですね。でそのカメラを使いながら今日は何使おうかなって言って遊ぶのが好きっていうのもあるし、まあ写真が楽しくて、まあ最近はね写真を撮りに行くことが多くて、まあ、いろんな写真をね、恥も外務もなく写真を載せまくってますけど、まあそんな感じで、まあカメラ遊びの方が忙しい、まあそんな感じなんですけどね。で、まあ私ってそういう古いカメラと古いレンズを使って写真を撮るんですけど、まあ、たまにこんな感じでね、これちょっと古いですけど、オートフォーカスのレンズ買うことがあるんですよ。これは私は18-35 のレンズで、これは完全に風景をかっちり撮りたいと思って買ったレンズなんですね。こういうことをたまにするんですよ。で、それと同じくですね、まあ最近買いましたけど、このタムロの 10mm24mm、これは APS-C 用のレンズなんですけど、これもイメージとしたら APS-C、この D300 ですけど、のためにかっちり撮りたいからと思って買ったんですね。こんな感じで、ちゃんと狙いを決めて買ったレンズって、いうのが私の中で珍しくて、でこれそういえばなんで買ったよなって思ったんですよ。でみんなハテナ飛んでるかもしれんけど、私基本カメラオタクでカテゴリーなしに写真を撮ってて、基本スナップ写真なんですね。でこれってもうすでに風景写真なんです。さっきも言ったけど風景写真のために買ったんですよね。あそうや、私風景写真を撮るんやと。ほんま、いろんな動画、私の動画見てきて、過去の動画、ほとんど風景。やけど、私の中では風景やと思ってないんですよ。で、私がしてるチャレンジっていうのは、綺麗な景色を撮りに行きたいんじゃなくて、新しい何かを発見したいって言うていいって言うんですよ。遊びに行ってるんです、完全に。私は今日は何が見えるかなっていう遊びをずっとしに行ってるんですよ。それを撮ってみて、人に出してみて、わざわざ動画にね、しても何でもいいかもしれないけど、出してみて、なんか反応とかありませんか？出してみてどうかな。まあ実際伝わるか伝わらへんかチャレンジっていうのをひたすらやってるんですよね。それは私なんて風景写真やと思ってないから完全に遊びやから、うん、なんか石ころ投げるとかサイコロ投げるとか分からへんけどね、別の遊びみたいなもんで、そんな感じやと思ってるんですよね。まあ、それがめちゃくちゃ楽しいから何遍でも言ってしまうんやけど、で最近ちょっとそのレンズとかカメラを考えていく上で、なんかこういうのをたまに買ってると私風景撮りたいんやと思い出したんですね。っていうのは最近ちょっと中望遠で三脚添えてなんか構図狙いますって言って、全然ですよ、全然やけど、今から練習していこうとしてるのってあれって完全に風景写真ですね。写真を狙いに行ってるから、あなるほどなと思って、あじゃあ軸として私は野鳥写真、スナップ写真、もう一個風景写真っていうのが実はあったんやと思って、今頃気づいたんですよね。でその風景のためにわざわざ買ってるレンズっていうのはちゃんと狙いを定めてるんですよね。何を言ってんだよね。ほんで野鳥写真ちゃんと狙いを定めて買ってるんですよね、レンズを。あそういうことかと思って、で何て言うかな、ちゃんとこう物事考えて買い物してる人じゃなくて、何て言うんですかね、まあ、危ない言い方するけど、すごい感覚で生きてるから、
今思ったことが正しいと思ってるんですよ私は。で間違ってるか間違ってないかを間違ってから気づくからいいやんって思ってるから、間違ってもいいからとりあえず思ってることをやっていこうってやってるのが今で、あこれ風景やったんで今気づいたっていうことですね。ほんであそういうことやったんやと思ってちょっとすっきりしたんですけど、ただでも横並びじゃなくてね、そのカテゴリーっていうのがこうこうこうスナップ野鳥風景じゃなくて、私の中でやっぱり大項目としてスナップ写真っていうある中の枝葉に分かれたところの、アトラクションみたいな感じで野鳥っていうのと風景っていうのがあって、ずっとこうスナップで日々こう楽しみながらさあ風景行くかってこう枝が生えてくる。まあ例えばこのあれですよね、紅葉写真だからまさにそうですよね。桜とか撮るのもそうですよね。まあ、桜スナップっていうのもそうかもしれんけど、完全に桜を見に行ったからね、桜を探しに行ったから。で私が言ったスナップっていうのはちょっと散歩行ってくるわって、別に全然目的も何もないけど行ってみて、わっ眩しい、これ何これ、ああ何撮ろっていうそれっすよ。だからそれが別に石でも岩でも鉄でも何でもいいんですよ。その時気づいたものを撮るっていう行為を楽しんでるから、それと風景ってのは全然ちゃうんですよ私の中では。で横じゃなくて大項目でそういうなんかいろんな発見をする写真の楽しさの中に狙いに行く枝葉があって、ズバッとこう出てくる、たまにこうニョキ出てくるね。でそれが野鳥もそうなんです。だからずっと野鳥してないのは私そこなんですね。枝葉でアトラクション的に今日はジェットコースター乗るぜみたいな感じの時に出てくる枝なんですね。もうどうでもいい話かもしれんけど、私の中ではすごいこうスッキリして、そういうのって自分の中で感じて整理していくもんやから、いろんなあると思うんですね。風景基本にしてたまにスナップしたいっていう人もおるやろから、なんかそういうカテゴリー分けで自分の中の生活の一部としてなってる写真を分けてみて考えてみたら、すごいこうね、写真撮るときも気持ちよくなってくるから、自分の中でそこ分けてみるっていうのはね、結構私なんか重要かなと思うんで、改めてちょっと皆さんもね、そうやな俺実は野鳥とか言いながら子供撮んの好きやな、だから人物やみたいな感じとかね、分からへんすよ。自分の新たな発見があるかもしれんから、そんな風に考えてみてもらったらまたちょっと写真が楽しくなるかなと思ったりしたので、で今の話を軸にしてちょっと今後いろいろこう自分の中で見えたものがあったのでこれを理由にね、機材を入れ替えようとしてるんかっていう話に私の中ではなっていくんですけど、だいぶちょっとねイメージ固まってきてますので、そういう風にちょっと展開していきたいなと思います。せっかく持ってるカメラやけど、自分のイメージ通りに使ってないやつとか、そういうのがだんだんこうはっきりしてきたんで、そこでズバッと分けてしまって、自分のとこにスコーンと行きたいですよね。うん。で、実はみんなカメラ好き、写真好きやけど、なんか何買っても一緒やねんじゃなくて、実はね、もしかしたら一本あるんですよ、みんなどっかに。で、それにたどり着いてないから模索してるっていうことやと思うんですよ、多分ね。だから例えばライカで、収まってる人とかいますしね、行き着いた先にライカがある人もいるし、行き着いた先にフィルムカメラがある人もいるから、その人はもうフィルムカメラばっかりやってるっていう人もいますからね。そういう方もいますので、自分の軸がバシッと決まるか決まらへんか問題だけだと思うんですけどね、まあ、そんな感じで自分の中でちょっとイメージがまたふつふつと湧いてきましたので、まあ、物欲もありますけど、まあ、結局は写真を楽しみたいから、まあ、その軸としてカメラをどんな風に使って、こんだけあってよう言われた感じだけど、いや、まあありがたいが、でもこんなことしてるから、こんなわっさわっさしてるから、こういう発想が生まれたってことなので、嫁さんに感謝したいと思います。ほんまに嫁さんに感謝ね。もうそれの一言に尽きるなって。普通やったらこれ怒りよるけどね。笑顔でね、よかったねって言ってくれるから、ほんまありがとうございます。ここでこうやって謝ったらね、そんな本人に言いなさいって言う人おるけど、ちゃんと言ってますから、私毎日言ってますからね。もうその辺は大丈夫ですので。まあ、そんな感じで皆さんもね、自分の実際軸はどこにあるんやっていうのをもう一回確かめてみて、それに対する、写真、カメラっていうのが見合ってるかどうかっていうことですね。まあ、それをもう一度考えてみて、これから年末年始ですね、出かけることもできないでしょうから、とりあえずカメラを買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今日はこの辺でね、終わりたいなと思います。バイバイ。ありがとうございました。